せーの、ババのビーズです。はい、ということで、はい、今日はビビちゃんに100の質問をしてみた。イエーイ。じゃあそれではね、10、90個、10個、90個は用意してきたので、99個、1個、あ、1個じゃあ、初めの1個だけ。はい、じゃあ1つだけいきますね、はい、ビビちゃんの好きな色は。私はやっぱり茶色が好きです。茶色ですね。なんでかっていうと、うん、自分が唯一無二の茶色だからです。なるほど、珍しい。検証の中でも珍しい色でしてますから。そして恒例のね、あのブブちゃん、僕の股間描かないでくださいって、ほんまに。あ、ブブに一つ質問があるんですけど、ジンジンの股ばっかり描くのは臭いからですか？はい、そうです。もう自分の家に来られるのが本当に苦痛で。あんたさ、自分の意見をブブに、ね、通して言ってるってこと、ジンジンに。いや、臭いの。ブブが言ってた、ブブと通じてる。通じてるわけないやん、そんなんさ。ブブと通じてる。ねえ、そう思った。ちょっとごめん、なんか今日露出がすごい、なんか。あの、露出といえば、下着。去年ね、あの、お互いの水着を買い合ってみたみたいな。選び合ってみたみたいなのを、ちょっとやったと思うんですけれども、はい、今日は、下着を選び合って、お互い買ってきましたので、そちらを披露するということで、よろしくお願いします。じゃあほんまに俺さ、初めてやってん、女の下着コーナーに長居したん。一人で入ったん。本当に調べたのね、うん、犯罪者になるんかなと思って。いくら男性があの恋愛対象とはいえ、うん、犯罪じゃん。なんか調べたら、やっぱそのプレゼントとかそういうことをする、はいはい、買いに来られる方もやっぱいらっしゃるそうで。まあそりゃそうやろな。店員さん的に試着はできひんけど、男性は買うことはできますみたいな。でも、うん、気まずいなと思って、はい、地元に僕帰るタイミングがあって、うん、そのなんかパスポートをちょっと、あの、パスポート取りに行くためにね。で、そのついでにお母さんちょっといいって言って、お母さんに一緒に付いてもらった。じゃあマジリンのセンスもあるってこと？一個お母さん選んだ。あ、マジリンが選んでくれたんや。やっぱりでも自分はどうしても自分が選びたいから、ほぼほぼ自分が選ぶ。これさ、ちょっと待って、一つ問題があって、出したら何得るって出ちゃう。あ、確かに。タグ切ろう、タグ切ろう、切ろう。やっぱお互いのそれは尊重していこう。確かに。あ、俺手でちぎれるタイプ。あ、もう袋の中に書いちゃってる。じゃあモザイクしてもらっていい？ねえ、あんた見て、タグ合ってる？サイズ合ってる、合ってる。よかった、うん。いや、怪しい。もうそのタグの時点で怪しい。何が怪しい？そのタグの種類がもうちょっと物語ってる、うん、どういうこと？え、ちなみにこあんたの普段のあの下着が分かんないから、ちょっと一旦見して、今日の。なんで？ちょ、分からんの。イメージを一応したんだけど、自分のスタート位置がもう違いすぎてとかだったらどうしようか。え、でもそれはもう別によくない。私もこれあんたのパンツよう見とるやん。俺の見てるけど、まあいいよ。あ、いい。あ、まあそういうのなしね。そうね、だからそのいいかな。合わせはどうでしょう。確かに、分かった。一つ目からいこう。一つ目から。これ 100% 自信あります。これ田中がだなと思って買いました。あ、私はこれはあのジンジンっていうよりは、このめっちゃ可愛いパンツと思った。うん、こうおしゃれ。おしゃれってか、なんか可愛いな。いっせーので、じゃん。田中がっぽくない？あー、赤黒ね。赤黒は田中がだなと思って。安いな、ほんで。お前見るな。ほぼワンコインや。安いブラック。ちょ、あんた見捨てじゃん、値段。こっちこんなんか2500円もしかも、このパンツで。待って、お前、ちょ、お前見て、このパンツでは。あんま、なんか。いや、あのな、私の好み的に言うと、これは薄い。色が、あ、色がね、もうちょっと濃い方がいいよ。このだって真ん中のこのさ、ダイヤの感じもめちゃくちゃ可愛いやんか。あとちょっとなんかあれやな。おーい、どこ乗ってんねん。びっくりした今。え、待って、しかもさ、俺ボクサーなんだけど、うん、やろうなと思って。トランクスも履いてみてほしいな。でっかっ。めっちゃ待って、これでっかすぎ。え、でもあんたが言ったサイズやで、これめっちゃ可愛いな。え、でかすぎ。いや、でかすぎじゃないって多分。いや、ずっとビビをさ、リアルにぴったり。でかくない？ハートめっちゃ可愛くない？なんなん、二人ともこの赤なんや。確かに、スタート赤だね。でも赤はやっぱね、え、いいと思う、これ可愛い。そのレースのとこの色がいい。あー、この深みのね。そう、このレースのとこの赤が全部やったらいい。ここね、ここね。こっちはちょっと朱色っぽいからな。うん、こっちは何、どうなんちゃう。可愛いと思う。可愛いやろ。しかも通気性抜群。ズボンみたい。あんたのサイズやで。え、ジンジンこんなでかくないもん、パンツ。え、でもこれやねってだから。まだ分からんよ。そう、これ一発目だから、まだ。じゃあ交換やからあげる。せーの、じゃーん。あのボクサーやん。ボクサーパンツなんですけど、意外とやっぱね、サイズなのか知らんけど高いね、うん、あんたのパンツ全部。だから一番安いやつ買ってきた。え、ジンジンはゴージャスだけど、うん、ちょっと大人っぽいこの色味があって、なんかさ、落ち着いた色味にゴージャス。またやん、自分安いのばっかり選びやがって。ほんまに。じゃないの、俺だって安いとこに買いに行ったやろ、自分。
絶対そう、だってブラジャー私6000円くらいすんでって言ったやんか、初めに。じゃあそれを多分回避しようとして1000円以下のとこに。だって別にどうせ経費で落ちるからそんなところケチってるように見える。ケチってるよ、歯がちゃんとしてないね、そういうところ。え、そうなの？痛いね。ちゃんと女の子の気持ちに、だって勝ってないでしょ。そういうとこ大事です。じゃああなたがお胸をこう保護するときにどうだったら嫌ですか？ワイヤーとかでしょ。この真ん中にはね、リボンがあるので。確かにね、その色持ってへん。なんか白レースみたいな。そう、白、うん、ゴールド。あ、ゴールドか。結婚式のテーブルみたい。ちょっとなんか最近結婚式場の打ち合わせで見せられたテーブルの色って感じ。ちょっと違う、結婚式場のテーブルという感じの柄ね。でも可愛いと思う、これは普通に。せやろ。これをジンジン選びました。いいね。私はこちら、なんかジンジンが中学校3年生の時ぐらいに選びそうな柄。はい、水玉模様です。どう？お母さんが買ってきましたみたいな感じの柄。あ、そうね、確かに確かに。だからそれこそ、そうあれやん、そのイオンやらアピタとかその辺に行った時にマジリンが、コージあんたもう下着なかったから買ってきたよって言ったうちの一つ。じゃあこれもじゃあクーちゃんが買ってきたよね。あんたこれバーゲンセールやったか、もうこれええやんか、これやっとき、買っときやでいて、買ってきたわって。だから学生時代にこれやったら可愛い。じゃあもう今日学生時代にタイムスリップチャンネル。あ、そうね、それでいいじゃない。学生時代タイムスリップチャンネル。でも待って、でも本当に値段に関しては本当に今知ってる。そこだけはほんまに分かってほしい。値段重視じゃないから。いや、値段大事だよね。大事ではないよ。タグを見た時点で、あ、こういうお店で分かるわけよ。そうなの？あ、こういう雰囲気のとこ、頭にこう浮かぶわけですよ。え、ピーチジョンか、うん、アピタだったの？ピーチジョン行けよ。そう。なんで行かへんの？え、の方が良かった。当たり前やろ、そんな。じゃあ続いて。3個目行きましょう。せーの。じゃん。純白なの、それは。それともピンク？純白じゃない。そう、ピンクだね、これ。どうせまた798円なんやろ。798円やないかよ。全部798円。そう、なんかジンジンサイズのパンツがやっぱ限られてて、なんかもうパパのビーズさ、アパレル系なんかはさ、サイズのギャップがありすぎてさ、普通この間、確かに普通の間でどうにかするんだけど、上と下すぎて。でもこれ可愛くない？なんかさ、脱がした時にこのパンツって可愛いよ。絶対もうムードがもう、逆にジンジンみたいな体型やからこそこれで可愛いや。で、その履いてんのこっちより絶対こっちの方がいいやろ。これだったらさ、あ、じゃあなぜそれを分かって今日買ったの？え、なんとなく。え？だから一番安かった。その、この中で一番安いパンツ。なんか今日だけ腑に落ちてくれてくさ。もう絶対お互い全然気に入ってなくて。え、でもこれ可愛いやん。え、俺、こっちのが好き。ジンジンもこっちが好き。一番可愛いな、これやん。うん、ジンジンもこっち。私、逆にこれ履こうかな、自分で。え、かわいそう。スカートでいけそうだな。確かに。そうと思う。え、もうあんたあげようか、それ。もらおうかな。はい、こちらは、白なのかピンクなのか、どっちなんだいっていう感じ。逆やしな、ほんで、ブラジャー。でも、確かに、これは一番つけ心地は良さそう。え、逆に？うん。パンティーも良くない？え、パンティーも多分大丈夫だと思う。なんか、私のこと小学生やと思ってる。何が？いや、小学生女子よ、これ見て可愛いって。え、そうなの？でも私絶対好きじゃないと思って買ってきたやろ、これは。うん、どういう気持ちで買ってきたの？これは、あの、エレガントだなって、ね、お上品だから。ブリブリやてか、全体、え、これブリブリの？え、ブリブリやろ、これは。いや、わかんな、女。マジ？うん、でも、つけたい？これはつけたい。だ、全然つけてもらって。でもちょっと、ちゃんとしっかり拭いてんな、お尻は。なんで？ついちゃうから、どういうこと？色的に。あ、言うやろ、そんな。拭いてくれる？そうなんだ、これ、あ、でもこれ拭かんでいい？そう、拭かんでいいんだよ。これ拭かんでいい？別に。こっち拭かなかったら、なんかバレンタインデーキスって感じになりそうだね。ちょっと、お前、吐きそう。え、でもマジで、あんたが多分拭かへんと思って、ちゃんとね、拭いてないやん、普段。誰の話？私の話。私ね、一応ね、拭いてるんです。マジで？そう。え、ほんまに？めっちゃ拭いてる。しかも別に来れたら、あの、脱がんでもいける。確かに。ここがちょっと割と空いてる。確かに隙間からね。そのまましてくれ。コロ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 って、ブル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 って。これもさ、ここが短いんで、弱い力でちょっとやったもん。それでティーバッグ買ってきてほしかった。確かに。ティーバッグそのままだと思うね。そうやったらティーバッグの方が良かった。じゃ続いて、せーの。じゃん。じゃん。あ、かわいい。え、かわいい、それ。え、かわいくない？うん、かわいいです。3004円。ちゃんとしたあれやねんな、ブラジャーじゃなくてね。ラグジュアリー。ちなみにマジリンが選んだのはどれなの？次。あ、次ない。うん、ラスト。え、それよ。うわ、すごい。え、待って、これ待って、ガーって俺でかすぎてこれは。じゃあ、あの、これ 6L やねんけど、やばすぎる。これが、なんか欲しくて、けど 6L しかなくて。え、でもあんたの旦那さん履いてそうやな。絶対履いてへんやろ。こちらです、あんたは。え、これ普通に使えると思う、普通に。ちょっと
待って肝林透けて言ったからそう透けるし、いやー肝林透けてるし、そんなにパンツ履かへん方がマシやろ考えて、うん、このパンツをさ作る人はさもう隠す気がないわけやんか、うん、何がしたいん？ねえ、まあでも男性っていうのはやっぱいろいろね変態だから見えてたらエロくないや、見えてないのがエロい、見えてないのがエロいじゃないですかパンティーモチベじゃないから人事今日買ったの、どっち？あ、上？上、上か、ノーパンでこっちの方がいいよ、嫌やろ気持ち悪い、え、でもこれこの上は可愛い、上可愛い、エロティックです、そうエロティック、はい、じゃあこっちはあんな弱肉強食って感じそうそう、だからなんか獲物をシマウマっていう獲物を狙うチーターたち、え、だからあんたが今日はそういう気持ちやなって時にこれを履いて、え、どっちがいいかな、で、いや、それはこれはこの日なの、この日の時はあんたはニャンニャンタイプ、ニャンニャンタイプ、うん、だからあんたがその甘えたいなっていう日はこっち、オッケー、襲いたいなっていう日はこっちで、で、弱肉強食の怖さを知らしめてあげて、お前もちゃんと生きひんかったら野獣に食われるんやぞっていうことをトラウマになるぐらいの気持ちで、じゃあ今日はこっちで、ありがとうございます、じゃあこっち、こちらに、はい、でもね、普段襲われたいの、普段じゃあこっちじゃね、じゃあこれ意外だと週7これで、週7、うん、週7これ で、うん、で洗濯もなくなったなって、もう無理やなって思ったこれ、ごめんなさい、なんでこれ買ったんですか、なんとなく本当にまだこの3つはすごい好感度があってコンセプトが分かるんですけど、本当にどうしても名古屋に帰るとき、あーその時はだってもうさ、色気も何もないからね、そうお母さんにじゃあこれちょっと郵送するわ、そうね、お母さんこれ実家で神社帰ってきたようにってお願いします、はい、じゃあラストで、せーの、じゃーん、じゃーん、いいですか、まずうちからどうぞ、自然に囲まれてっていうことで、都心の中へ生きてるので緑に恋しくなる時しかないと思うんです、うん、なのでこれを着ることによって、私は今緑を身につけてる、素敵や森と一体かっていう、え、ちなみにこれはマジリンが言った、はい、マジリンのコンセプトなそれ今の、はい、そういうふうにおっしゃったのでマジリンが選んでくれた、間違えずにお伝えいたしました、あ、はい、ありがとうございます、ちなみに798円ですか、798円です、ここめっちゃお得やん、え、でも素材どう、いや、いいと思うけど、それ全部だ、いや、これ一番漏れると思う、え、嬉しい、え、着てくれる、着ようかな、え、でも可愛くない、緑でも、うん、まあこの色はね、持ってないですね、私初めて自分のものに必死すぎて見てないねんけど、あんたのやつ、え、でも最後はやっぱ私はこの、はい、あんたを思って選んだ、なんかこちら、じゃん、すごい快適、すごいストレートな名前なんです、すごい商品名が、はい、匂いとかも加工してくれてるから気にならないねって、この素材的に通気性が良くて、本当余計なお世話なんですけど、うん、私の股間がすごく匂いみたいな体で、なんか商品を選ばれてる、じゃあのね、そんなことあるんですか、ないんです、で、そのですよね、でもブブがやっぱ毎回家来るたびに気にしてはるから、はい、わかりました、じゃあ次ここ来るときこれ履きますので、おお、ブブが匂うか匂わないか問題見といてくださいね、でもそれやったらこれの PR やで、じゃあこれの PR、 違う、もうだからこれはこれの PR じゃなくて、ジンジンの生態の PR、 あ、ほんまね、臭くないんですっていうアピール、っていうね、そうやね、そうやね、皆さんもね、素敵な下着を着て、心地いい毎日を送ってみてください、無理やで、これで締めんのは、じゃあ、あと締めてよ、はい、匂い気になる方いらっしゃると思うんですよ、本当にそういう方は、もうすごい快適っていうデオトラント水筒を使用されておりますのでですね、本当に匂いの元から吸い取ってくれる、そういう意図で編まれております、で、どれ持って帰る、え、全部やる、あとはね、え、あんたは全部やるの、私はだってせっかくプレゼントしてんねんか、じゃあプレゼントはじゃあもらうよ、もらうねんけど、ほんまに一つだけ悔しいことがあって、ほんまブラジャー買ってきたかってん、あんたに、え、マジで似合うブラジャーとショーツをプレゼントしようと思ってたわけよ、待って、買いに行きたいかも、売ってないねん、調べたけど基本通販やったの、うん、だからいつか私はジンジのブラジャーを作ります、ブラジャー欲しい、それどういう意味で欲しいな、つけてみたいのか、それとも形を綺麗なおっぱいにしてみたいなと思ってきた最近、ああ、タイパンだから ね、うん、ね、それ自分で言わせて今言おうと思って、自分からタイパンダちゃんからポムポムプリンになりたいなと、ポムポムプリン、まあ、そう
そうね、せやろ、形を整えるのも大事やでっていう風に、まあ、それが冷やかしなんか本気か分からへんけど、たまに言われることがあるんで、でもほんまに大事やで、形、せやろ、だってあんたなんかさ、おっぱいたまに自慢するやん、言ってないたまに、ほんまに言ってん、違う違う、ほんまにないねんけど、だからあの男どもは自分のおっぱいに興奮するって言うやろ、誰が、あんたよ、俺、うん、そうやったら綺麗なおっぱいで出迎えないと、確かに綺麗なおっぱいに出迎えないと、自分綺麗だと思う、綺麗だと思うよ、うん、聞いてみよう今度、誰に、旦那にぶん殴られるかもしれんけど、本当にぶん殴られると思う、その覚悟があるなら、じゃあ人事のおっぱい綺麗かどうか聞いて、誰なんだって言ってた、